アンストラット GX4000 は、イギリスで1990年に発売されたゲーム機。イギリスの大手電機メーカーであり、イギリス8ビットパソコン市場最大手のアムストラット社によって開発された。16ビット機が全盛となった1990年に、あってもなおヨーロッパで、根強い人気を持っていた8ビット PC である、アンストラット CPC の技術を元にして、設計されており、 GX4000 用ゲームのロムカートリッジは CBC シリーズの最新モデルであるアンストラット CBC プラスでも利用できる互換性があった。8ビット機でありながらハードウェア性能は高く4096色のカラーパレットを持つことができ、これはヨーロッパで同年に発売された16ビットゲーム機であるセガメガドライブの512色を上回っている。 ハードウェアスプライト機能やハードウェアスクロール機能も持っていた。GX4000 はカーレーシングゲームのバーニングラバーをバンドルし99ポンドで販売された。アンストラット GX4000PCB 本体にバンドルされていたバーニングラバーを含め全部で25のゲームがリリースされている。当時イギリスで大手のゲーム会社だったオーシャンと US ゴールドの2社による リリースが多い。ローボカープ2やパンなどが代表的な作品である。イギリス及びヨーロッパの数カ国で1990年にリリースされた。しかしヨーロッパで同年に発売されたセガのメガドライブやニンテンドーのエセニスに対抗できずに商業的に失敗し発売後数カ月で生産が中止された。アンストラッド CPC プラスの開発者である。 クリフローソンは GX4000 の失敗の理由としてアムストラットにはセガやニンテンドーと同等の宣伝広告ができるような体力がなかった十分なローンチタイトル数を揃えられなかったなどの理由を挙げている。なお高性能な16ビット機であるメガドライブやエセニスに対して低性能な8ビット機をぶつけたことが失敗の理由であるという意見に対してクリフローソンは GX4000 は、技術的には少なくとも、エセニスと同等のスペックを持っていたと反論している。さらに悪いことに、いくつかの GX4000 用のゲームは、数年前に、CPC 用としてリリースされた、カセットテープ版ゲームを単に、ロムカセット版として焼き直して出しただけの旧作であり、しかもアンストラット CPC 用、カセットテープ版が3.99ポンドで書いたのに、 対して GX4000 用ロムカセット版は25ポンドとはるかに高い価格となっていた。いくらロムカセット版はロードが速くてロードエラーに対する信頼性が高いとはいえロムカセット版とカセットテープ版にここまで価格差があっては誰もロムカセット版を買おうとはしなかった。アンストラッド CPC は欧州の各家庭に普及しきっていたため c p c と同じソフトしか動かないなら新たに GX4000 を買う必要はなかった。なお、同年にはコモドール社からもイギリスでアンストラット c p c と人気を2分した8ビット PC であるコモドール64にロムカセットをさせるようにしたゲーム機特化版である C64GS を発売。これも同様の理由で失敗している。 PC 市場でも1 6ビット p c や3 2ビット p c が主流となる中、8ビットの独自路線 PC で、あるアンストラット CPC シリーズも淘汰され、アムストラット社製 PC のラインナップは PC、PCAT 互換機路線に移行する。アムストラットは1993年に再び、ゲーム市場に挑戦し、セガよりライセンスを受け、テラドライブに類似したシステムであるアンストラットメガ、 PC を後継機として売り出したが失敗。アムストラットはゲーム市場から撤退した。イギリスのアムストラットのみならず、世界の各地域の8ビットホビーパソコン大,大手はその余定を買ってこぞってゲーム機市場に参戦した。ありがとうございます。